お疲れ様です。今日は最後こちら高回転ムートミラーデッキやっていきます。さあ少し前にバランス調整でムートがね強化されまして、この通常時の、壊される前のムート状態が攻撃速度がね少し速くなりましたっていうので、まあ、地味に強いかな。はい、以前よりは絶対増えたなという印象があります。というわけで今日はねそんなムートを、高回転で、まあ、ミラーも使ってね、はい、出しまくっていこうかなと思います。はい、まあ主にまあ、削るのはディガーと、まあ、ムートと、まあ、あとスケドラーかな。てかまあそこしかないんですけど、さあやっていきましょう。ゴーストね、まあムート延命したいな。まあロイジェイかペッカかみたいな感じで、まあこうなるとロイジェイ、いやペッカもあるか。まあロイジェイの方がと思ったらペッカでしたね。でこれペッカー、ウィザードいると思うんでスケドラ出すと行かれそう。はい、まあでもペッカーイコールザップの方が多いんで、もうロケ砲でいいね。スケでいいよ。さあ1体行かれてしまったんですけど、もう耐えたんでいいでしょうか。これキンキーされたくないな、やめて。オッケー、そしてまずは耐えましたと。ペッカーラムかな。うん、まあ相手がね何進ブラスターか、タワーがブラスターなんで進化スケルトンがちょっとね事故りやすいっていうのもあるんで、まあそこも狙っていけたらなと思いますが、まあムートにボイド打ってほしいな。結構ロケ砲ゲーな気はしてます。はい、いやいいね。いやうざそうこのダブルロケ砲。よしよしよし、からのよね。禁忌されちゃうんであんま延命しない方がよかったけど、やべマジで禁忌されるんでね、よくなかったかもしれない。じっこれじっこれ。さあ削りがものすごい弱く見えてしまうこのデッキキング起動されたらマジでまずいんだよな。だからこれやばい、その残んないのに、それが残んなきゃね意味なしなんだよ。ふう怖すぎる、怖すぎる。マジキングキドいらなすぎだな、やっちもうたな。ウィザード入るのやばいよ。ウィザード強すぎ、一回削りいこうかな。1870ね。いや進化ロケコでさあるよね。うわ熱くね、ジュワー入ってないんだ。やばい、うわ延命できないのまずい。それいや相手してうざそう。でもなんか一生この辺が残ってんのがだるいよね。普通に普通にだるそうじゃね。あ
熱い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 。何でもある。オキスケドラ入ってる。わあ、危ねえ。まあ、鳥はこの辺に。ムートを出しとくと。さあ、相手してんね。ちょっとだるいですよ、というデッキですね。いや、まあ、今回相手が、ザップだったんで、その、ロケ砲が生きたのがでかかったな。まあ、ボイドで行かれるんですけど、ミラーで出せばいい。で、ロケ子にボイド打ったら、ムートが残るよねと。さあよろしく。ザッピー珍しい。トリマムートが命。まあロイジャイかロイホグかみたいな感じですかね。こうやって届くんかな。これ届くんか。いや届きそうだけどちょっとわかんねえな。エロ。さあ、ロイホグっぽいっすね、親衛隊。まあ、呪文はいろんな組み合わせがあるか。やべ、禁忌される。いや、ロケコが熱くね。いや、ロケコがすごい。頑張ってる。なんか変なルートで緊急したくね今。いやーまあまあまあ、ホバリングあと呪文かな相手の。いやーこれマジで来るやん。マジで来る顔してる。やめてください。許して。オッケーオッケー。さあファイボってことは矢の雨は結構薄くなったよ。これ撃っちゃうんだ。ファイボタルババか。ファイボ矢の雨っすね。エリスキなんでね。さあこっからね、耐えれるかな。進化助がナイスすぎる。いやスケドラ残ったでかすぎる。さあ残り物にはディガーを添えて。いや今回のあいつさ呪文がなんか結構ないんだよな。タルババが暇してんのかな。ロケ砲が無双する。ムートが残る。さあ残り物にはディガーを添えて。いやいい樽やな。でもスケドラゴ熱いからのおかわりディガーなんていうものもあったりします。はいナイス。いやロケ砲ちょっと強いか。ヤナアメ、ヤナアメが一番きつい。まあ、最悪ミラー出せばいいんで意外となんとでもなる。ロケ砲ロケ砲で。うん。さあ坊や信者だ。縦線、縦線ブラスターか。ちょっと珍しいな。爆撃流行りの爆撃かな。残ってほしい。残すか。え熱くね。いやマイティ強え。なんかちょっと珍しい迫撃なんですけど、バルキリーマイティ、うーんあんま見ない方っすね。あんまというかまあ全く見なくはあるか。LSP
わかんねえな。まあおとなしくムートミラーでもしときますか、私は。まあ、削ったって。なんだろうな。わかんねえな。マジわかんねえ。怖え。マイティ爆破あるわ。スケドラ4体ちょっといいのんな。さよなら。え、まあこれ一発強要の、さあ迫撃バルーンね。いや多分これディガーもないんですよ相手。この感じはだから攻め取るねぐらい負け筋。なんか多いな。まずいね。ライトニングがあることあんだ。あいつ体育なくね。相手対空ねえぞ。え、待って、そんなバカなそんなバカな。え、ラッキー進化スケドリーム稀にあるんだけどな、勝手にねそんなことある。進化スケかやるねラッキーしたか。ブラスターね、ブラスター多いな。いやこれキング起動されたくないんだよな。ユーノコウモリか。まんまずい。やばこれ。うっとうっと耐えれねえか。何これ神器ペッカいなさそうっすけどね。コウモリ普通に高回転の工場ババマサネクデッキ。いやキング起動したすぎる。あスケドラはちょっと強いか。あとキング起動しちゃいたいんだよな本当に。これ柳打ったぞ。終わったくね。こんにちは。あれ？このデッキ進化スケデッキじゃねえんだよな別に。余り物の枠に進化スケ入れただけで、進化スケがそんな刺さるようなデッキじゃねえんだよ。もう一個上かこれ。やべ。これいいね。まあどうせしばかれるか。落ち着いてもいいね。結構高めでいいんだな。待ってやばい。
これウッド2周でマザネクって飛びますさよなら。これウッドないとでも相手の工場俺守れないんだよ。怖いなぁ、耐えてんだけど。緊急としたい。無理か。にゃんごろさムートうざそうじゃね。ジュワーわーつウッドミラームートミラー結構良かったぞいやムートなんか出しとくだけさ結構しんどそうだよな。相手の気もすげえな。クロス、クロスやだな普通に。ムートあるけどムートしかねえ。マジでクロスやん。まあ、ファイボカロケを確認したい。いやーさあ来ましたねクロス。早く消えてくんねえかな。えウィザード、ウィザードクロス、マジでつまんなくない？早くね。何にビビってんだ。防衛クロス早すぎん？クララはしようぜ。いやーこれムートちょっとまずい流れではある。痛いね。まあ、見た感じトルネとかはなさそうではある。ファイボーだけなんだよな。頑張れば耐えれねえかな。いやマジでそのはイモリ具合グロいんだけど。マジでさつまんなくね。本当につまんないんだけど。
熱くね。耐えたくね。でかすっげ。ま。うわでかすぎるそれ。クロスを本当に嫌い。マジで嫌い。守りすぎなんだよね。いやクロスに勝てんのでかすぎる。まあムートの良さか、迫撃砲やクロスに対しては優秀ね。まあその代わりジャイとかロイジャイとかには瞬間火力が高いわけではないので、まあそこまでですよと。さウィザードペッカロイジャイ、まあ何でも。痛い。メズラランバー、バルーン来てくんねえかな。めっちゃバルーンっぽいけどな。トルネトルネでキング起動できます。バルーンはバルーンだな。これスケで延命したいな。いやいい取るね。今残ってたらハシマイムートつけてね、結構事故らせれたんですが、ボリー。まあ取るねもあるっすね。なんかブラスターが強すぎてさ、まずい。いやこれキング起動しくったな。ちょっとまずいか。まあちょっとだけね。全然戦えるから。だからロケ砲とかも強いしな、このマッチ。取りつこねえかな。やべえ、強すぎてさ、最悪だ。ブラスターがもう利敵になってるか。近畿むずすぎる、これ。しないか。近畿けど、もしかしてこれ。なんかしなくても勝てそうだ。もしかしてしないパターンが正解だったりする。
やばいこれ怖っなんかトレーニングむずでかい。これロケホ入る。残る残んないのか。ここや。キング起動がしたかったね。私はずっと夢が叶いました。もうここからはイージーゲームです。いやーナイス。いや1枚にね金起動したらもっと楽なんですよ絶対いやあのブラスターだからこそ相手のねランバーとかバルーンを溶かすのは優秀だったんで、まあ良かったんですけどね。その金起動の部分以外に関しては刺さってはいた。さあねずこちゃんよろしくねと。ブラスターの良さではあったっすね。コウモリ。ボーラー。ジャイスキャラかな。めちゃめちゃジャイスキャラっぽいけど。いや、これキング起動できたかな。ジャイスキャラまずいな。ジャイもスキラも止まんねえよ俺。ムートちょっと優秀か。いや痛いな。ネクロネクロ。めったに見ねえカードが来たな。ジャイスキャラにだけ使われるやつね。進化ボンバーとなんだろう。結構怪しい攻めは来てはいるが、植えろ。やめて。ネクロちょっと怖いね後半。アイダム使ったんで。いやムート結構熱いか。ボーリーの竹を取りたい。間に合いそう。熱っ。ネクロが強い。ちょっとキングされる。しくった。
熱くね、これフルカウンター来た。スケドラすげえなスケドラがなんかすげえことになってる。いやーまあなんか勝てそうではあるが、このヤンキージャイスケラがきつい。暑い。いやーロケホ暑すぎるよそれ。燃えてるよ。うっとうっと取るねー。おいジャイスケラにもさ勝っていきますよと。えムートだいぶ暑いか攻撃速度が上がったんで、まあそれこそスケラの処理とかにもまあ少しではあるけどね、前より対処はしやすくなってんで、いい防衛したんな。まあ、トリマトリマのんびり LSP 控除。え何これあんま見ねえな。近畿できねえかな。無理か。嘘入りすぎた。どうなってんのタゲ。なんかペッカラムの LSP はテンプレデッキであるんですけど、そのペッカ工場の LSP は存在しない。やな雨でしたね。やな雨か。俺のロケッコが生きてくれないんでやだな。ゴースーの別化工場、まあ対空が分かんないぐらい今んとこ。まあヤナメボイドの未来もあるんですけど、結構薄いと思いたい。このムートで世界を変えたい。まあ鉄鋼のヤザップなんていう未来も見えてきたか。かぶります。ボイドでしたね。ロケオいらねえわロケオマジ無能です。ヤナメボイドでダブルパンチ。いやーロケコがいけないのちょっと辛いな。ちょっとどころじゃないんですけど、のこれ延命してあげてもよかったけど俺に優しさがなかった。
回捨てます。わ、熱いね。右のが、左のが入るやつ。いや、まあ最強すぎる。ダブルムートが強すぎ。いやー強い。火花パチパチ。さあ、ウッドウッドでございます。気持ちいい。ムートバが強いんだけど。まあ今回ロキホーがね、輝きにくかったんですけど、まあ結局ムートで何とでもなりますよっていう。あれ、待って、間違えた。デッキがゴブジャになっちゃった。なんだこれ、クロスっぽ。許してください。まあ勝てそうなんだよな。でもこれ、ここです。あ、着衣がいない。でかい。いけ。
まずこれやばい、事故ったら終わる。ゴブリン生まれろ。さすがに止まんねえぞ。ほい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 、強すぎ全然間違えた、デッキ間違えた。さあ勝てば12勝ではあるが、早ぶさまあクロスオグドリル、ロイジャイ、いやロイっぽいな。ロイジャイか、これどうやって突破しようかな。フェニックスイコールファイボーのことが多いです。まあスケドラはヘナチョコっすね。今回多分相手はファイボーもあってフェニックスもいるとなると、まあムートもまあ言うて刺さんなそうね。まあどこで頑張るかと言われたら、ディガーとロケホーか、もう守って このディガーとかで、うわー間に合わない、間に合ってる、やばい、そのゴースト良すぎる。ゴーストないOK、 守ることがね一番大事。結露が一番きついな、されたら。一発入るか今の。ゴーストの木はちょっときついな。
なんでやねん。意外と頑張れたな。ゴーストがちょっと大変だった。さあ雷さん、よろしく。雷さんって呼ぶんかなこれ独特なドリル、これ近畿できそう。なんでやねんムート、頑張りすぎやって。ムートが優秀すぎるがゆえにね。まあディガーでもいっか。さあドリルだ、ちょっとめんどいね。まあこのポイくらいはいいでしょう。さあ高回転ダイナマイトテスラやだな。ポイズンとまあスケドラなんかいい感じにできたらいいな。いいポイズンだな、早めの。これアド取ってんすけどね、行くか悩むな。行っちゃおうかな。手堅いな、立ち回りが相手。だらでかっ。隠し持ってました。ロケット星こんにちは。でかい、流れがいい。負け筋は8枚ダイナマイトゴブリン、あいつが強すぎるやつだ。いやミスった。あるね。
いや、ローキックフィーバー来てる。ボーポイ使う？やべ、やっちもうた。うわぁ熱すぎ。チャンピオン。というわけでね、強化されたムートだいぶ強いんじゃないでしょうか。皆さんもね、こちらのデッキ使ってみてください。ちゃんと効果も押しとすと押しとまたね。